地区のですね、特徴なんですけども、先ほどは、ほぼ田んぼでございました。で、こちらの方についてもですね、農地はやはり田を作られるところもありますが、先ほどは、宅地の面積がおよそ2ヘクタールぐらいで、農地の方は 1.5 ヘクタールぐらいということで、大体地図の方を見ていただいても、宅地がかなり占めている割合が多いという格好で、今回モデル地区で、ここを施工させていただいております。で、6マイクロから8マイクロぐらい、ございました。で、まだこちらの地区についてはですね、現在まだ施工中でございまして、まだ事後モニタリングを今後進めていく予定にしております。ただ今1宅地2宅地、計測した結果でいきますと、およそ2マイクロから3マイクロ下がっておるところもございます。獣対策で電気木柵設置しました。今電気来てるんで触っても大丈夫ですが、浪江の清橋で野菜を作って、今まで通り大丈夫な野菜が作られるというのを確認しようということで試験をしています。白菜と大根、あとほうれん草ということで3つの品目でやりまして、結球する刃物ですね、あとはほうれん草は結球しない刃物、あと根っこもの、この際やっぱ土の心配があるからということでやったんですけれども、あと3品目でやりまして、それぞれですね、時期も変えてます。1回だけ調査したんではなくて、例えばほうれん草なんかは3回巻いて時期別に調査しましょう。白菜もですね、わせと中手、大根も2回に巻いて、あと青首の長いやつと聖護院の丸いやつ、そんなのを作ってということです。やはり除染をやってからやろうと。ただ除染は浪江町の方で、試験実施時点で始まってませんでしたので、役場さんと、生産者さんとの合意を得まして、除染に準じる作業ということで反転校してます。だいたい10日に1遍ぐらい帰ってきてもこのくらいの栽培はできるというところをちょっとご確認だけしていただきたい。まあ、次にあんまりこう毎日行ってないとできないのかとかいろいろ心配するかもしれませんが、10日に1回ぐらいの管理でこのくらいの作物ができたと。実に癒される。あれ以上耕す、そして野菜を作る、そういうふうなことで非常にこの癒されるな。